These walls are where seasons change。 本日2回目なんですけども、あの自分で練習自主練をしてみて、あの運河発声法を前回やったと思うんですけど、それが思ったよりもできなくて、なんかすごく力が入って喉にいっちゃってるっていうのは自分でも分かったんですよ。分かってて、それを今日はより力を抜いて喉に負担をかけずに綺麗に裏声にいけるようなものにつなげていきたいと思っています。2回目もよろしくお願いします。最初の歌を聞いて、前回よりも声量がアップしたなっていうのを思いました、はい、ただあの高音になるとこうファインミーのところがやっぱりいきなりガクッと声量が落ちてしまって、響きがこう拡散してしまってるので、あのもっと絞って、はい、ピンと絞って、はい、こう息がバーって出ないで、はい、綺麗になるように、はい、今日も高音に力を入れていきたいなと思います、はい、よろしくお願いします。はい、はい、では高音を出すときって、はい、何が大切だと思います？勢い、うん、そう、勢いっていうのはこう具体的に言うと、はい、こう息のスピードを上げることです、はい、力むっていう、こういう頑張る勢いじゃなくて息のスピードを上げること、はい、なので高音になった時に息のスピードを上げる練習をしましょう、はい、とリプロールできますか？プルルで、プルルで上に上がった時にこのリプロールでプルルルルル、息のスピードを早める、プルルルルルみたいな、そう、それで上がっていきましょう。はい、いきますよ、せーの、で、いいんですけど、はい、今、はい、はい、のもう少し前からちょっと前からスピードの上げる準備を、はい、いきなりじゃなくてってことですよね、はい、行ってみましょう、はい、いきなりこの音からいきます、せーの、はい、はい、とちょっとここにね地声の時、裏声になった時にも喉が閉まってしまう、はい、癖があるので、はい、はい、それを取っていきたいと思います。それ、はい、まず首を、はい、よく言われるかもしれないんですけど、はい、あくびをしている時の喉ってすごいいい状態なんです、はい、あの筋肉が力が入っていなくて、なのでちょっとあくびしてみてもらっていいですか、はい、はい、でした時に、はい、ちょっとあの喉の奥がスッと空気が通るのがわかりますか、はい、はい、今のところを意識して、そこにあのそこを常に開いてると思って、はい、立ってみたいんです、はい、今空気が通ったところを閉めない、はい、うん、ここ開いてるイメージ、はい、口をつむっていても中はそうやって開いてるイメージ、口を開けた時も開いてる、はい、そのイメージ、はい、はー、はい、はー、今
今だいぶ空いてきたので、はい、ちょっとそれを使って、はい、Somewhere over the rainbow Somewhere だけ、はい、ちょっと歌ってみたいです。 Somewhere、はい、ってあってならない、はい、一気に泣く Way over the rainbow、 いってみましょう、はい、行きますよ、そして Somewhere、 今喉の感じはどうでした？最初の3がちょっと低かった気がします。漏れないように、はい、口の前で歌うっていうことをしたいわけで、はい、はい、では次行きましょう。Somewhere over the rainbow sky above andはい、はい、でも今日は、はい、その音をつなげる、息を通して息を流して音をつなげるっていうことをやってきたんですけど、まあ、さっきの歌を聞いて悔しいところがあるのはもちろんわかるんですけど、はい、全体の流れとして一個一個の音がすごくつながってきたなっていうふうに思ったんです。これって曲を作る上ですごく大事なことで、やっぱりフレーズ、わかります？フレーズ感とか、はい、ちゃんとメロディーが聞こえてくるように歌う、ブツブツ切れるのではなくて、これがすごい大切になってくるので、来週は高音の、ね、もう少し響きを集めて歌いたいなっていうところ、はい、そこを強化していきたいのと、はい、曲全体の流れ作り、はい、あとどうやって音を終わらせるのか、長く伸ばした音をどういう風にこう綺麗にまとめるのか、そういうところもやっていきたいなと思います。はい、はい、ではまた来週お願いします、はい、よろしくお願いします。お疲れ様でした。なんか今回の練習を通してリップロールっていう練習方法が今まで出会ったことがなかったので、なんかすごくあこれいいなって自分でも思いましたし、これを来週までに全曲通してっていう宿題をいただいたので練習して、より来週のそのりんこさんがおっしゃってた全てつなげてやるっていうのができるように来週も頑張りたいと思います。よろしくお願いします。